文化系トーク YouTube グランパンパースです、本日12月の12日になるんですけれども、BMSG 社長スカイハイさんの誕生日ということでおめでとうございます。いや本当に良かったなって思います。今年1年本当に大変だっただろうなっていうふうに思いますし、それ以上に充実していたっていう風な感じだと思うんですけれどもね。いやでもなんか感無量だろうなっていう風に思います。で BMSG オフィシャルのツイッターの方で2分19秒の、BMSG のアーティストトレーニーからのメッセージ動画っていうものがありまして、ね、これに関してスカイハイさんももう本当にもう初めての感情だみたいな感じで、まあすごく、感動していらっしゃいました。こっちもなんかもらい泣き、しそうになりました。っていうか、さっきちょっと泣いたんで、その後で撮ってます。いやー、ね、愛と感謝とリスペクトを込めて、スカイハイ2021バースデイっていう形でハッシュタグ出てます。いやー、本当にね、from BMSD ファミリー、ノベルコア、アイルダ・ショータ、ビーファーストオフィシャル、レイコっていう形と、あと他にもね、いろいろと書いてありますね。ね、ビーファースト、ショータくん、ノベルコアさん、ランくん、レイちゃん、ルイくん、エディボーイくんからの、動画という形でね、ありますけど、それぞれね、違う現場で映っておりまして、ショータくんとノベルコアさんが一緒にいる感じで、ランくんとレイちゃんが一緒にいる感じ。いや、みんな本当にこうやって改めてね、見ると、あ、こうやってっていうか、皆さんもぜひ見てもらいたいんですけど、リンクをね、貼っておきますんで、こうやって見てみると、本当にいい人材が、いい子たちが揃ったなっていうところもありますし、ノベルコアさんが言っていたけれども、本当に去年はね、コア君と2人で祝ったっていうね、誕生日を、その時から今に至って、本当にすごいたくさんの仲間ができたっていうところでね、感動もしておりましたね。そう、12月12日の誕生日っていうことでね、私は6月12日なので、半年前っていうか、年齢はまた違うから、半年前じゃないんだけども。12日っていうね、日にちが同じだっていうところは非常に嬉しく、それからね、スカイハイさん千葉県出身だっていうところで、私もそうなので、何でしょうね、何かしらの、縁をね、自分の中で勝手に感じていたりするところで、まあそのこの誕生日の日にちっていうところもね、嬉しかったりしますね。で、インスタグラムの方でスカイハイさんがね、もうちょっと待って何これ、もう本当に言葉にできないけど、それでもするならありがとう、愛してるよみんなっていうことでね、本当にこれを見てもう、泣くしかないなっていうことですよね。自分が言われたわけじゃないんだけども、なんか本当にそうっすよね、泣くしかないっていうか、皆さんもきっと、そうなんじゃないかなっていうふうに思います。あと BMSG のね、さきこさんからもハッピーバースデートゥアワーグレートボスっていう形でね、BMSG 1周年記念おめでとうっていうケーキが前にあって、スカイハイさんがニコニコ笑って、あと後ろにくまモンがいるんですけど、はい、そんな感じの画像で上がっております。このくまモン完全に BMSG のねクルーになりましたね。私もね、クマいるんで、この辺もなんか勝手にシンパシー感じるっていうか、まあこのクマモンはランくんが持ってきたクマですけどもね。まあでもね、クマ好きなラッパーって意外と多いですからね。カニエ・ウエストなんかもそうだけども、まあクマの話をしてるとクマの話になっちゃうから。スカイハイさんもね、ちょっと待って何これ、さすがに無理だ、好きが詰まりすぎている、言葉では返しきれないです、初めての感情だよ、ありがとうありがとう、頑張るぞ、スカイハイ2021バースデーってタグ自分でつけるの恥ずかしいな、おいっていうね、スカイハイさんからのツイッターもあります。翔太くんがリツイートしています。はい、ノベルコアくんからのねメッセージっていうものが、本当にこれが感動するっていうかね、まあ、ハッピーバースデーマイヒーロー、アイラブユーっていう形でね、ツイッターでね、書いてあるんですけど、インスタグラムの方とね、ツイッターでも画像貼ってありますけどね、なんか本当に苦労して頑張ってきたんだなっていうのが感じられますよ。ね、本当に。日高さん、誕生日おめでとうございます。去年の今日と比べると、改めて今年は本当にいろいろありましたね。大変なこともたくさんあった分、喜びや驚きもたくさんあったかと思います。日高さんが去年の今日よりも幸せだと感じられていたら、それが何よりも嬉しいですっていうね、間違いないと思いますよ。でも去年もね、きっとコア君と2人で祝ってくれてね、
幸せだったと思いますよ。なんで俺のは叩こうとしてんだろうな。はい、まず BMSG という旗のもとにこれだけ多くのアーティスト、スタッフ、ファンが集い、社会を動かすほどの大きな波ができたこと。これはやはり日高さんの信念の強さ、寝る間も惜しみ音楽やクリエイティブに向き合うストイックさ、社内外に向けた大きな愛、これらが作った希望の火種だと思います。俺は旗揚げの瞬間を共にした唯一のアーティストとして、この人ならこのチームなら必ずやる、そう思っていましたよ。まだまだ始まったところですけど、ってカッコで書いてます。暗闇の中を手探りで進むような時間も決して短くない1年だったかと思いますが、日高さんが俺たちをはじめ社会に対して訴えかけ続けたメッセージは、必ずこの音楽業界の未来を明るくすることだと俺は思っています。そうですね、あの音楽業界の未来も明るくすることだし、実は音楽業界だけじゃなくて、この社会の未来にも何かの灯火っていうかね、くすぶってた火種に火をつけたっていうことが絶対に起こるんじゃないかなっていうふうに思ってますよ。はい、それこそ韓国の BTS がね、社会現象になっていろんなところに、海外、欧米含めた海外にね、進出できるようになったっていうのも、あれも彼らの相当な苦労がね、事務所含めて相当な苦労があったわけで、それと全く同じ道はたどることはもちろんできないですけど、あの本当に BMSG にあのそういう感じのことができる力があるって確信できる、そういう、あのオーディション番組、番組でオーディションでしたし、私たちとしても、自分としても私たちというか自分としても、これだけもうデビューした後にトレーニーとか社長とか、なんだったらスタッフとかの皆さんも含めて、こんなに押せるグループ事務所ね、あるなんてのは今までなかったですよ、本当に。で、3つのファーストを心に宿した心強い仲間たちもできましたし、なんなら最初からいた俺もこの1年間で500倍くらいのパワーになりましたよ。間違いなく BMSG の未来は、スカイハイの未来は、俺たちが作る新しい時代は明るいです。いいっすね、ここってあの多分コア君意識してないんだけど、あの無意識に陰踏んでんすよね。さすがラッパーだなっていう風に思います。これからも一緒にワクワクすることをたくさんやっていきましょうねっていうことですね。素晴らしいと思います。 BMSG の第1弾アーティストがノベルコア君で本当に良かったなって思います。 BMSG の旗揚げの時にね、ノベルコア君がいてくれたこと、本当にあのスカイハイさんも頼もしかったっていう風に思いますよ。そうで、まだそうだ、ノベルコア君の続きが、どんなことがあろうと俺は一生ともしますんで、社長でもあるし、先輩でもあるし、仲間でもあるし、友達でもあるし、ライバルでもありますが、日高さんはずっと俺のヒーローです。ここあれですね、なんかすごく何か感じるところがある。日高さんこそ生きていてくれてありがとうですよっていう風に書いてある。そうですね、何かやっぱりいろいろあったんだろうなっていうのは思います。また一緒に音楽作ってライブして、ついでに美味しい焼肉をおごってください。喜びと驚きにあふれる幸せな1年になりますように。いや、一緒にそんな1年にしましょう。改めて誕生日おめでとうございます。 BMSG の番犬ノベルコアより、番犬ですよ、 DOG フリースタイルだけど、そうですね、あの本当にスカイハイ社長のこともそうだし、後輩たちのこともあの守ろうっていう、そういう意味合いの番犬っていうことかなっていうふうに思います。番犬っていう文字で今泣いてます自分。はい、ちょっと泣いたまま終わるっていうのも私でも恥ずかしいんでね、あのスカイハイさんのね、12月12日という日にちの、西洋占星術というところの火のエレメントですから、あの12月12日は、ちなみに私風のエレメントなので、火のエレメントとは相性がいいです。火のエレメント射手座ですね。火のエレメントの中でも射手座は向上心にあふれ、探求心と冒険心を持っています。広い視野を持ち、好奇心旺盛で何でも果敢にチャレンジします。際立った行動力があり、動きながら考え、経験を積みながら成長していける星座です。夢や目標に向かっていく行動力とスピードは射手座の大きな特徴と言えるでしょうっていう形で、あの書いてありますね。あの言葉聞いていただいたら分かる通り、スカイハイさんそのものだなっていう風に改めて思います。はい、あのそんな感じで、あの改めて BMSG 社長スカイハイさん、お誕生日おめでとうございます。
今後もいろいろ大変なことも多いとは思いますが、仲間たちと一緒に乗り切っていってください。あの、微力ではございますが、私たちベスティも、そして BMSG 箱推しの、あの人間たちも、ザストミンも、そしてフライヤーズもアウターもね、本当にみんなあの一丸となって支えていければっていうふうにも思っております。改めてあのおめでとうございます。そしてありがとうございます。はい、ではよかったらチャンネル登録お願いいたします。では失礼いたします。言いたいことは今日言っておくグランパンパースでした。